はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、視聴者さんからリクエストをいただきまして、皆さんは軍隊ピラニアというモンスターご存知でしょうか。このモンスターを活躍させてくださいっていうね、リクエストをいただいたんですよね。はい。で、僕よくよく見たんですけど、こいつレベル2なんですよというわけで、最強デッキが出来上がるということで、今回はピラニアスプライドっていう意味不明なデッキをご紹介していきたいというふうに思います。軍隊ピラニアどういう効果かっていうと、こいつは相手プレイヤーへの直接攻撃で与える戦闘ダメージが倍になるっていうね、効果を持っていまして、でこのピラニアの効果が一番有効に活用できるのって、やっぱこいつの打点を上げることなんですよね。はい。なのでこれが使えます。スプライドガンマバースト、これはフィールドのすべてのレベル2ランク2リンク2のモンスターの、攻守が専用がアップするということで、こいつにですね、これ打ちますと、打点が、1400プラス800になりまして、2200まで、跳ね上がりますので、2200×2 イコール4400のダメージが与えられます。1体で。強すぎ。で、ピラニアはなんとレベル2なんですよ。だから、ギガンティックスプライドで出せます。この謎お魚シナジーね。はい。で、ここの、ギミックを今回は使って、で、ワンキルをしていくというデッキですね。はい。スプライトというね、環境トップの、展開パワーを借りまして、ピラニア出しまして、できれば、ピラニアに、ガンマバースト打って、団結の力装備してぶん殴っていくと。そういう構築にしておりますので、もう、もはや、ワンキルするだけなんで、裏とかも抜きました。もう、増殖する G だけでいいやと思って。増殖する G と参戦のサイトサンダーボルトで頑張ろうみたいな感じの構築になっておりますが、ちょっと体勢もご覧いただければなというふうに思っております。はい、やっていきましょう。軍隊ピラニア最強デュエルスタンバイ。ピラニア来ちゃったー。まあ通称召喚すればいいからいいか。まだゾウジー通ってくれるかね。人影ゾウジー発動、方向ゲーム参加権発動。はい。はい。おつやモード入りまーす。勇者なんですかね、これ。勇者何かによりますな。さあ、もう増殖する字、絶対とんねんだけど、なんか、こっちの増殖する字は3枚なわけじゃん、基本的には。けどさ、相手がさ、これはお互いなんだけど、相手がさ、その増字ケアしてるカードって、基本的にはうらら3枚で、はかな2枚で、抹殺1枚で6枚、今ガンマもあると一応あと2枚追加されるから8枚ぐらいなんだね。俺ガンマ持ってんだけど、一応ガンマバチコーン打ってグリフォンライダーは吹き飛ばすことができるんだが、結局さ、なんか相手のさ増字をケアするカードが多すぎて増字通んないんだけど、マジで。本当にどう、これ現代遊戯王の闇じゃない、ちょっとだけ。まあ一番強いと思うけどね、ゾウジーが手札ギガスの中だったら通った場合に何が一番強いかって話なんだけど、ゾウジーが一番強いなと思うけど、一応普通に楽イーゴ打たれたわ。普通に楽イーゴ打たれた。アルバスデスピアンいいでしょう。きつい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 、まあ、こっちうららゾウジーとガンマ投げてるぞ、これ。ゾウジーとガンマ投げてまだ動けんのやばいだろ、これ。ふざけんなよ。普通止まるやろ。まあ、今そのぐらいで止まんないデッキが多いですけどね。ちなみに。チナ、ミラジード移動しよう。いいでしょう。デスピアン、アルベル。勇者使ってるから、アルベルは大丈夫だな。アルベルは召喚されて効果発動されない。で、トークンに装備していく。まあ、それはいいわ。オッケーオッケー、まあそれぐらいであればまだなんとかなりそうな気はする。ドロー、参戦めっちゃくるやん、参戦めっちゃくるやん。一回さ、ピラニア生き残らしたいから普通にこれ一回スターター打つわ。ピラニアちょっと生き残らしたいから、これピラニアって言われてミラジェードって言われて終わるから。で、ブルー効果で、これで、そうだよね。そこで打つしかないわな。そこで打つしかないわな。はい。で、除外されて、で、これでジェットか。D
でだ、こっからだな。参戦打つのが先か。参戦打つで、これがね2枚ドローだね。妨害ないから、あとはあの盤面勝者にしよう。じゃ2枚ドロー入れる。でここで2枚ドローで何引く問題。強っあ、強っ。2枚ドロー強すぎて草。ちょっと待ってください。どっから行けばいいの。ジェットか。ジェット特集。これいけるぞ。さすがにレッドキャロット引いて負けるわけいかない。であとは、ピラニアを活躍させながら展開すればいいんでしょ。いけるいけるいける。レッド召喚するでしょ。で、キャロットも特殊召喚するでしょ。OK、いいぞ。この2枚ドローあまりに強かった。これ一回ギガンティックスプライドした方がいいか。さすがに。ジェットと、まあ、キャロットですね。魔法トラップ多分ないので、スプライト出して、ギガンティック効果発動する。で、これで2ビリも大丈夫。オーバーレイウィット1個使いまして、で、デッキからこれガエルですね。で、ガエル特殊召喚成功時効果で、カエル落とすでしょ。あとはなんかすげえ適当に横に並べてがいいだけなんですよ、多分。で、なんか盤面を処理できるほどのパワーを持ったモンスターを横に並べていけばいいので、ギガンティックスプライドとキガエルを素材にしてエルフ出す。いけるぞいけるぞ、みんな。ついにプラニアで勝てる時が来るかもしれん。これいけるぞ。キガエル、特殊召喚。これでモンスター増やそう。どこでもいい。で、特殊召喚成功効果発動。これで、もう一回落として、で生き返る効果で着替える除外して、特殊召喚で、あのトークンが戦闘破壊耐性あってバチクソめんどくさいから、あれは除外した方がいいね。多分これあの鬼ビバルで除外したんじゃない。こうだ。レベル2のモンスターが2体でオーバーレイ、エクス召喚、神隠し、鬼ビマル、モンスター効果発動。オーバーレイユニット一つ使うことにより、相手のフィールドのモンスター1体をエンドフェーズまでゲームから除外する。うわー、これで二度とトークンが戻ってこない。ブーン。来たんじゃねえか、これで。足りてるこれ。これ足りてるかな。こっちの方が全然だけか。ここと、ここは。どうしても俺はピラニアで勝ちて行くぜ。うおっ、ギガンティックスプライトエクシーズ召喚。ちなみにもう効果は発動しているが打点が高いだけ。さすがにこれデスピア落ちてないからバトルフェーズ入っていい。行くぜバトル。うおー、鬼ビマルで攻撃ダメステイスか。スプライトガンマバス、うわでミラジェイドの全部っぱ効果どうでもいい。いい、このターンで殺せばよかろうならだ。うおー、いけグッダピラニア。このモンスターはダイレクトダメージが2倍になる。ずーお魚なめんな。あー強そう。普通にスプライト使ってて高校とてもやばいよな。まあでも高校でも一応ね、着地狩りさえされなければまくっていけるパワーはあるんで、スプライト に関してはてかさ、ピラニアがさ、俺のこと好きすぎて毎回言ってくるのに来るんだけど、これどういうこと？バテル？レベル2じゃん、やばい、これ破壊しなければ。レベル2を見たらなんかもう、問答無用で破壊しなければならない環境。何からスプライト飛んでくるか分かんないからね。魔導スプライトっていうデッキもあるんですか、これ。やばいですね、普通に。強そう。魔導スプライトとかいう謎のデッキも当たるレベルか、これは。やばいぞ。何デッキだ、これ。わけわからん。マジシャンズソウルズ強い。やばい。あ、ウィッチクラフトか。なるほど。トイレね、トイレ。多目的トイレデッキね。はい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 。何これ。あー、そうか、2枚ドローできるのか。強いな。あ、そうか、確かにそういう意味では相性いいか。ルードラーの魔導書。やば、強っ。相手、デッキガン回ってやがるぜ。楽園開幕が、そんなカードも入ってるの。カオスだな、このデッキ。全部入ってんじゃん。マジシャンズソウルズ入ってる、トイレ入ってる、で、アルベル入ってる、
で、楽遊具も入ってる。やば、何このキメラデッキ。キメラデッキな、強そう。いや、やってる動きはクソ強い。で、楽園遊具からのルベリオン。来ました、ルベリオンちゃん来ちゃったー。ルベリオンちゃん効果も普通に、これミラジェードかな、ミラジェードヤーツですかね。これ、墓穴ケアして赤の楽園即座に打ってくるタイプなのか、普通に相手のターンに構えるのか、それともそのまんまなのかはちょっと気になりますけどね。危険流ミラジェイダー来る。でセット、あー、その伏せカード怖いね。その伏せカードめっちゃ怖いな。で一応開幕落ちてるから今サンダーブルとあんま意味ないってことですよね。まあ、特殊召喚から入りますか。まあ水属性、幸い水属性なんで、ピラニア君、墓地送っても後でエルフで特殊召喚できるから、まあ着替えるのコストにしてもいいと。はい、で着替えるからの生き返る。でこれ着地狩りしますかと、しますといいでしょう。着地狩りしますとレベル2に並んだらね、まあそうなりますよね。で俺はまだ一応レッド引いてるんで、レッドから入ってジェット特殊で、ジェット効果発動してスプライトカード持ってこれますよね。これで多分スターターじゃないと意味ないから、さすがにスターターガンマバーストサーチしてる余裕ない。でスターターでブルー持ってくしかないな、さすがに。伏せランダーあれ何も引かんねえ。でブルー、ジェット置くだけ。はい、でブルー効果で、ブルー効果、キャロットで人参も一応出しといて、キャロットってなんでこれキャロットって名前なの、これなんか人参関係あるの俺知らんけど。謎だけどこれなんでキャロットって名前なんだこれ。で、ギガンティックスプライター出していく。でここで普通にカエル打てばいいな。カエルだな。カエル除外されたけど、もう一回カエル出せばいい。関係ないから。オーバーエイド1個使って、で、カエル出す。カエルしかないね。特殊召喚。で、カエル効果。で、自分の墓地にカエル落とす。で、もう帰れない。もう帰れない。押せなければ。もうカエルない。で、一旦エルフする。着替えると、ギガンティックスプライト。エルフで蘇生する対象ガチでやばくね、これ俺ピラニア蘇生するんでしょ俺。嘘でしょ、俺これピラニア蘇生するとマジ。いやでもピラニア蘇生しないとピラニアできちゃったから、ピラニア蘇生するで対象に取れませんと。関係あるか知らんけど。で生き返る効果で、着替える除外して、生き返らせる。これさ、多分こうしないでもいいんだよね。勝てないよね。いやこれ多分、いやこのターンで勝つんだったらこうするだろう。で除外する。これもしかして俺これ無理、これ無理じゃね、これ無理じゃね？これさ、これピラニア素材にしないとこれ追いつかなくね？これ打点足んねえもんだって。打点足んねえよ。打点足んねえんだけど。いや、全部で殴っても勝てないもんね、これ。こことここでしょ？こうするじゃん。で、3200でしょ？3200で3ボル打つ。1900 1800 3200足りない。足りないよね。1600足りてる、もしかして。あ、足りてるのかなこれ。1600足りてねえじゃん。足りてねえんだけど。足りてねえじゃねえか、ふざけんなよ。ピラニアの意味ねえ。ピラニアからなんか謎のためになりました。すいませんでした。思ってしまったわね、お前。あれピラニアどこ行った。誰だよ、ピラニア使えって言ったやつ。ふざけんなよ、足りねえじゃねえか、これ。まあガンマで頑張るしかないな。結局ね、ガンマ打てるとめっちゃ強いんですよね、この初動に相手の。
結構相手の気が狂うしね。おー、伏せすぎだろ伏せすぎだろ。そういうデッキにガンマ0ミリだからな、刺さり方が。団結の力は草あ、ハオリの魂、はい、どうぞ。ハオリの魂は魔法カード使えなくなっても、まあ、そこまで痛くないか、今、まだ。あー、ザークか。いや、これ結構めんどくせえんだよな、ザークいると。魔法カード使えなくなって。これさ、普通にさ、これガンマで破壊してさ、まあ、魔法トラップス置かれるじゃないですか。それをスマッシャーズしちゃえばいい説はない。いや、結構魔法カード使えないって結構めんどくさいですよね、これね。実質クリスタルクリアウィングとか出てくると普通にそれはそれで、だからそっちの方がめんどくさいんで、転換に使えるし撃つわ普通に。でキャロット特殊して相手の魔法トラップちょっとケアしよう一回。まあ、フレームギアガンマ君これレベル2なんでね、これがめちゃくちゃ強いんですよね。まあ、結局出てきて、あ、縦でよかった、これ縦でよかった、守備表示出しちゃった。まあいいや。で、はいはいはい。で、ザーク出てくる。それはいい。いつもの癖で守備表示で出しちゃった。もう一枚あんのかもう一枚あんのマジめんどくさ。ゲボめんどくせえ。あ、鬼めんどくせえよ、それ。トラップトリック。なんすかそのトラップトリック、わかんないっす。とりあえず一旦スルーしますか。トラップトリックは何ですか。まあセットしたカード普通に除外すればなんとかなりそうな気はしないでもないが、え、やばいカードじゃん。あれ、これもしかしてスプライト絶対殺すでウイルスあ、やばい、やばいことが入ってる、やばいことが入ってる。あ、うわ、遅い、もうやばい。コストか、それ。うわ、タイミングな、やばい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 ちょ、マデッキはやばい。じゃあそれ全部破壊されるんだって。ガチでやばい、ガチでやばい。いや、ちょっと待って、破壊されるんだったらスマッシャーズってやばい。破壊されるようであればスマッシャーズってやばい。やばい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 。ちょっと待って、もうあれやらないもんね、選べない。じゃあレベル2の、まあ、ガンマもういらないからガンマ除外するしかない。まあ、伏せか。じゃあ伏せだな、さすがに伏せ除外。あーあピラニアくんが、僕のピラニアくんが、あーしろやばい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 こと来てる、やばいこと、ガチでやばいこと来た。ちょっと待って、これ3ターンだったっけ。まだ来て3ターンさればいいと思う。やばいって、アフリマビート始まったって。やばいやばいやばい、して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 、なんか引け、なんか引け、なんか引け。ふっ、スプライトレ、引くしかなくね。団結の力じゃね。うわ、一人団結。いくぜバトル。死ねフリマ。うわ。なんだこのデュエル。なんだこのデュエルガチで意味不明デュエルすぎる。いや、でも相手も言うて、相手3枚セットしてるけど、なんだから、なんだそのカード。いや、全部マデッキであれ、すべてのカードマデッキであれ。よし、耐えてる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 。トライス意味ねえ。いけるか、いこう。いや、これ通ったら勝てるぞ、通ったら勝てる。いや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 、うおー、団結パンチ。よし、かけない、かけない、かけない、どれ、いややった、何このデュエル。